ナンドパラードとロベルトカネッサ、チリ人のウアッソセルフィーを語らんとともに。ナンドパラードは、ウルグアイのノンフィクション作家、レーシングドライバー、テレビ番組制作者。ウルグアイ空軍機571便遭難事故の16人の生還者の一人であり、事故の生還者の救出に大きな貢献を果たした人物である。ウルグアイのモンテビデオで、セレルパラードと、 エウヘニア・パラードとの間に生まれた、アネ・グラシエラと妹・スサーナの三人兄弟である、モンテビデオのエステラ・マリス学園卒業。同校の卒業生らが結成したオールド・クリスチャンズ・ラグビーチームの一員であり、また敬験なクリスチャンだった。1972年10月13日、大学生の時、サンティアゴで行われるラグビー国際大会に出場するために、 オールド・クリスチャンズのチームメンバーら及び母、妹とウルグアイ空軍機571便に乗り込み、チリ航空完成の誤誘導により、アンデス山脈のアルゼンチン領内に墜落、遭難した。墜落後、生存者たちは一致協力して生き残るために、様々な努力をし、事故の犠牲者の人肉を食べて、救助を待ったが、救助がやってくることはなかった。その後、 たまたま受信したラジオ放送で生存の見込みなしとして救助活動が打ち切られたことを知ったパラードはロベルト・カネッサラと共に機体の残骸から作った粗末な装備を使った自力下山を計画した。そして極めて危険な道程を9日間歩き通して地理領のアンデス山脈のふもとへ脱出して救助を呼ぶことに成功し残る生存者らの救出に決定的な役割を果たした。 奇跡の生還を果たしたパラードたちは、ウルグアイの英雄として祭り上げられ、一躍有名人となった。しかし、かけがえのない母と妹、そして、友人パンチーとアバルを失ったパラードは、生活の大きな変化と、それをもたらした事故と、どのように向き合ってゆくかに苦しむことになった。時には、人生をもっと面白おかしく過ごしても良いのではないかと、考え、 各地で催されるいくつものパーティーに参加し、美女を隣にはべらせて酒を飲んだり、美人コンテストの審査員として新聞記事に載るなどした。こうした豪遊ぶりが、かつての事故の仲間たちの耳に届かないはずはなく、パラードが事故から得た教訓を忘れたように見え、それが仲間たちとの圧力を生んだこともあったという。しかしやがて、パンチートの喪失を、 決定的に実感するようになり、人生をよりよく生きることを考えるようになっていった。事件後の1973年1月、アルゼンチン F1 グランプリを観戦するために、訪れていたブエノスアイレスのサーキットで、事故以前よりファンであったレーサーのジャッキー・スチュワート及び、イギリスの F1 の代行業種、バーニー・エクレストンと面会した。 スチュワートに対し、かねてよりレーサーが夢であったことを打ち明けると、スチュワートは本格的にレーサーの道を歩むことを進めて、イギリスのドライビングスクールへの入校の推薦を与えた。イギリスで1年間レーサーとしての技術を蓄え、南米に戻ると2年間ほど各地のレースに参加し、まずまずの成果を上げた。その後1977年にエクレストンの紹介で、 イタリアのアルファロメオのレーシングチーム、アウトデルタに所属し、ヨーロッパツーリングカー選手権に出場した。イギリス、イタリア、オランダなどでレースに参加し、南イタリアのレースで優勝を果たした。1978年に妻ベロニカと出会い、レーサーを引退して、ウルグアイに戻ると、家業である金物店をセレルから受け継ぎ、セレルの助言の下で金物店事業を拡大し、 チェーン展開を行った。また、レーサーとしての経歴を買われて、ウルグアイの国営テレビ局チャンネル5のモータースポーツ番組の制作司会を始めた。2006年の時点では、ウルグアイのテレビ局に5つの制作司会を担当する番組を持っている。近年では、アンデスでの経験をもとに講演活動なども行っている。遭難から生還までのドラマは何度も書籍化、映画化されている。 パラードた生存者自身も映像化、書籍化に関わっており、また自身で著書も出版している。2006年5月9日、ビンス・ラウスとの協調によるアンデスの奇跡を出版、アンデス山脈からの生還の体験談をノンフィクションとして書き綴った。内容は、ピエス・ポール・リードの1974年発行の生存者インタビューをもとにしたアライブ、 ザストーリー・オブ・ザ・アンデス・サバイバーズを下敷きにしており、パラード自身の34年後の回想を含んでいる。ありがとうございます。